Hey everybody, welcome back to more Trails from Zero. Last time we cleared up every quest we have available. At least for now. And we're gonna get back to actually the main story. Woo! I guess we go to the front desk. いらっしゃいませ。 クロスベル国際銀行へようこそ。 あら、エリー様。 それに特務支援課の方々も先日は新サービスのテストに協力いただいてありがとうございました。おかげさまで大変好評を博しておりますわ。そうなんですか。お力になれたみたいですね。ええ、また何かあればよろしくお願いいたします。それで本日はどのようなご用件でしょう。ダンフィーさん、実は問い合わせたいことがあって。 ディーター総裁はいらっしゃるでしょうか。あら、マリアベル様ではなく、クロイス総裁にご用件ですか。ええ、アポイントなしならで申し訳ないんですけど、それともやはりご不在でしょうか。いえ、今日は珍しくいらっしゃっていますよ。面会は同僚の方々もご一緒に。ええ、とある事件について少々総裁に相談に乗っていただきたいことがありまして。まあそうなんですか、わかりました。 少々お待ちください。さすがお嬢、ほぼ顔パスじゃねえか。<笑>やっぱり世界が違うって感じだな。はいはい、かしこまりました。そのままお通しします。エリー様、総裁がお会いになるそうです。カードを発行しますので、そのまま最上階の総裁室まで直接お行きになってください。ええ、ありがとう。 それじゃあみんな、エレベーターに乗りましょう。ああ、そうしよう。助かった。そんじゃま、早いことお邪魔するとしようかね。Sometimes my brain forgets that I don't have to press the buttons to advance the text. さてと、総裁の部屋は最上階だったか。カードみたいなのをもらってたけど、あれは何なんだ。ああ、 認証用のカードよ。他の会社なんかも入っているから関係のあるフロアでしか降りられないようにしてるみたい。なるほど、セキュリティシステムかよ。しかし最新技術を惜しみなく使ってるって感じだよな。もともとクロスベル市における動力ネットワーク計画は IBC の主導だそうですから、それに実習政府が入って今の形に発展したのだそうです。噂では計画の 60% の資金を IBC が提供しているとか。ええ、確かそうだったはずよ。残りの 30% が実習で、 10% がエプスタイン財団の負担だったかしら。すごいな、半分以上も負担してるのか。んで、その太っ腹の親玉がこの最上階にいるわけか。ええ、カードを使うわね。 Yes. No. すごいな。 いかにもミラがかかってますって感じだな。下のフロアにあるエプスタイン財団の事務所には何度か来たことはありますが、最上階は見晴らしも格別ですね。そうね。総裁室は奥の突き当たりよ。お待たせしても悪いから、そろそろ行きましょう。ああ、そうだな。 Ah, the big doors. おじさま、エリーです。おお、入りたまえ。はい、失礼します。やあ、エリー、久しぶりだ。半年ぶりくらいになるかな。はい、ピーターおじさま。I'm sorry. I had a moment of like, this is the most whitest white guy I've seen yet in this game. 水臭いことは言わないでくれたまえ。君は友人の娘で、
我が娘の幼馴染でもある。身内も同然じゃないか。ありがとうございます。うん、警察に入ったというのは娘から聞いていたが、そちらの彼らが同僚なのかね。はい、同じ特務支援課の仲間です。はじめまして、ロイド・バニングスと言います。ランディ・オールランド、よろしくっす。ティオ・プラトーです、はじめまして。クロスベル・タイムズで君たちのことは一応知っているよ。 IBC の総裁を務めるディーター・クロイスだ。ロイド君、ランディ君、ティオ君、どうか私のことは遠慮なくディーターと呼んでくれたまえ。スパークル。今歯が光ったような。なんかむちゃくちゃ爽やかそうなおっさんだな。しかし何やら警察の仕事で相談したいことがあるそうだが、一体どうしたのかね。はい、実は私たちある事件を追って捜査を進めているのですが。なるほど、そのインとやらの動力メールが IBC から君たちのオフィスに送られてきたのか。ええ、そうなんです。おそらくこのビルにあるメイン端末からだと思います。それを操作して送った可能性が高いかと。このビルのセキュリティには正直自信を持っていてね。特に端末室があるフロアには許可されている人間しか入れないようにしているんだ。端末の操作も権限があるものしかできないようになっている。大変失礼ですが、端末を操作できるスタッフの中に不審な方はおられないでしょうか。最近入ったばかりとか、何か後ろ暗いことがあるとか。私の知る限り信頼できるものばかりだけどね。それよりロイド君、他の可能性はありえないのかな。え、例えばそうだな、インの正体がこの私で君たちにメールを送ったとか。マジかよ。おじさま。例えばと言っただろう。伝説の刺客とやらの正体が私みたいな立場の人間だったらなかなか面白いとは思うが、さすがに現実はそこまで奇想天外ではないだろうしね。もう驚かせないでください。お茶目な方ですね。これは失敬。しかし考えてもみたまえ、もしそのメールを送ったのがここのスタッフだった場合、自分が犯人だと名乗るのも等しい行為なのではないかな。確かにそうですね。逆にスタッフ以外の可能性を考えた方がいいってことか。ティオ、あのメールが IBC の端末から支援課に送られたという記録、それを偽装することは可能なのか。そうですね、別の場所から IBC の端末にハッキングを仕掛けた可能性はゼロではないかもしれません。ハッキング、なんだそりゃ。私も詳しくは知らないけど、確か端末を守っているセキュリティを解除することで不正に操作する技術だったかしら。概ね合っています。動力ネットワークでつながっている端末同士であれば原理的にはどこからでも可能です。もっとも高度な知識と技術を持っている必要がありますわ。ちなみにそれを行う者をハッカーというらしい。動力ネットは大陸全土でもまだ限られた地域で試験的にしか運用されていないんだが、早くもそういう事例が報告されているらしいね。なるほど。ってことはインってのは資格だけじゃなくてハッカーでもあるってことか。そこまでは断定できないけど、例のメールがこのビルの外部から送られた可能性はあるみたいね。信頼するスタッフを疑わずに済むのはいいんだが、メイン端末がハッキングされたというのもそれはそれで由々しき問題だ。よし、こうしよう。君たちが端末室に入れるよう手配しようじゃないか。いいんですか。ああ、メイン端末を調べればハッキングの痕跡などが残っているかもしれないし、スタッフも詰めているから話を聞くこともできるだろう。助かります。おじさま、どうもありがとうございます。いや、こちらにとっても見過ごせない問題だからね。
しかしエリー、なかなか充実した日々を過ごしているようじゃないか。え？最初君が警察に入ったと聞いて少々疑問に思ったものだが、なるほど、確かにいい経験ができそうな職場だ。私も改めて応援させてもらうよ。おじさま、そう言っていただけるととても心強いです。それに君たちも雑誌で読んだ以上に可能性を感じさせてくれるね。気づいているだろうが、このクロスベルという自治州は非常に難しい場所だ。おそらくエリーなどはそれを痛感しているだろうが、一番問題だと思われるのは正義というものが完全に形骸化してしまっていることだ。正義の形骸化、それはどういう意味でしょうか？正義はともすれば綺麗事と同じ意味と捉えられる場合も多いだろう。あり方も人それぞれだから、正義などは存在しないと嘘吹く者もいるかもしれない。だがどんな形であれ、結局のところ人は正義を求めてしまう生き物なのだよ。人が正義を求める生き物、なぜなら正義というものは人が社会を信頼する根拠だからだ。もし犯罪が起こった時にそれを法によって裁くという正義が存在しなければ、多くの者は家に閉じこもり滅多に街に出ることはないだろう。そうなったら社会生活はまともに成り立たなくなってしまう。だがこのクロスベルでは正義の形が曖昧でもなんとか成り立ってしまっている。それは政治の腐敗やマフィアの問題、それを警察が取り締まらなくても経済的には恵まれているから多くの市民は生活に困らない。結果的に単純犯罪は少ないが目に見えない悪がはびこっていく。だがそんな中でもやはり人は正義というものをどこかに求めざるを得ない。どんな形であれ社会を信頼できる安心感を欲してしまうからだ。だからクロスベルではここまで遊撃士の人気が高いのだよ。な、民間人の安全を最優先で守る、確かに正義の味方って感じですね。なるほどね。他の国に比べて妙に遊撃士が持ち上げられてるとは思ったが、とても納得がいきます。だが知っての通り、遊撃士協会が行使できる正義はあくまで限定的なものだ。この街の歪みを根本的に解決することは不可能だろう。だからこそ私は君たちに期待したいのだよ。遊撃士の代わりに悪を倒せってことっすか？そんな単純なことを言うつもりは毛頭ないよ。君たちは君たちなりに正義を追求している姿、それが目に見える形で市民に示されることが重要だと思うのだ。クロスベルにもまだ正義が存在している、そう信じられるきっかけを市民に与えるということですね。その通りだ。その意味ではあのクロスベルタイムズの記事も非常に有意義だと言えるだろう。まだまだ未熟な警察の若者が時に失敗しながらも正義を求めて奮闘する姿、面白がる者もいるだろうが否定的な市民は少ないはずだ。温度差の違いはあっても皆君たちに期待しているのだよ。どうやら興に乗って一石ぶってしまったようだな。本題に戻ろう。端末室への立ち入りを君たちに許可する話だったね。あ、はい、そうしていただければ。どちらに行けば許可がいただけるでしょうか？うん、そうだな、私も端末室には入れるから案内してもよかったんだが、あいにくこの後いろいろ予定が立て込んでいてね。すみません、本当にお忙しいところ。何、気にしないでくれ。しかしそうだな、ならばスタッフの誰かをここに呼ぶとしようか。その必要はありませんわ。ベル、おお、帰ってきたか。お父様、ただいま戻りました。エリー、久しぶりですわね。ちょ
ちょっと、うーん、2ヶ月ぶりですわね。でもあなた少し痩せたんじゃなくて、手とか足とかちょっと硬くなっていてよ。鍛えているから少し筋肉がついただけよ。むしろ体重は少し増えたんじゃないかしら。なるほど、言われてみれば筋肉のしなやかさを感じますわね。これはこれでなかなかの感触ですわ。なんかすごい人だな。しかし美人同士が絡むとそれだけで縁になるつうか、というかただの友達同士にはちょっと見えないんですが。やれやれ、スキンシップはそのくらいにしたらどうかね。他の客人が呆れているぞ。あら、紹介するわね。彼女はマリア・ベル、総裁の娘さんで私の友人よ。ベル、彼らは私の同僚で、ロイドとランディとティオちゃんって。紹介は結構ですわ、自分で見分しますから。なるほど。何か。あなたは合格。可愛らしいですわね。で、あなたたちは不合格ですわ。ああ、she's one of those。なんだそりゃ。こんなむさ苦しい男どもが私のエリーのそばにいるなんて、エイドスも許さざる所業ですわね。むさ苦しいって、ちょっとベル、大体何ですのそのラフすぎる服装は。せめてスーツくらい着るのが礼儀というものでしょうに。これはその街中や市外で捜査活動するときはこの方が都合がいいと言いますか。言い訳は結構ですわ。まったく、だから私は警察入りなんて反対したのよ。私の授業を手伝ってくれた方がはるかに有意義だったでしょうに。もうベルってば。盛り上がっているようだね。うん、若い者は若い者同士で進行を温めてくれたまえ。約束の時間なので私はそろそろ失礼するよ。ベル、後で彼らを端末室に案内してあげたまえ。端末室？どういうことですの？事情は彼らから聞くといい。それではさらばだ。あ、逃げましたね。もうお父様ったら。それじゃあ早速案内をお願いできれば。まだ話は終わってませんわ。そちらの赤毛のあなたもそんな派手な格好をして立派な体格をしているのだから、きちんとしたスーツを着なさい。俺っすか？いや、でも俺って根っからの遊び人だしな。ああ、それにそいつみたいに夜の屋上で同僚のお嬢さんといい雰囲気になったりしないし。He just fucking threw a grenade into the fucking crowd. 誤解されるようなことを言わないでちょうだい。あながち誤解ではないみたいですけど、エリーさんも随分元気になったみたいですし。ティオちゃん。ああ、もうティオも引っかき回さないでくれ。ロイドさんと言ったかしら。そのあたりのことをもう少し詳しく聞かせてくれないかしら。私のエリーにどんなアレンジなことをしたのか。いや、してませんってば。だからエリーもなんでそこで黙るんだよ。なるほど、事情は分かりましたわ。それで、あなたたちを端末室に案内すればいいの？ええ、頼めるかしら。無論、エリーの頼みなら言うまでもありませんけど。誤解は解けたはずでは。まあいいでしょう。特務支援課、私もどの程度のものか気になっていましたし、エリーの同僚にふさわしいかあなたに証明していただこうかしら。はあ、なんで俺限定なんだろう。こりゃ完全に目をつけられちまう。ご愁傷様ですね。もうベル、いい加減にして。端末室に案内してくれないの？もちろん案内しますわ。端末室は IBC ビルの地下5階に設置されています。さ、
エレベーターに乗りますわよ。すごい人だな。その悪い人じゃないのよ。ただちょっと強引というか行動力がありすぎるというか。しかし親父さんといい、やたらとパワフルな親子だよな。さすが天下の IBC のオーナーといったところでしょうか。 You know, I have two hopes here, right? Actually one main hope, and it's that she is important so that I don't have to engage with that character, because boy is she the character type that I'm just like, yeah, please. Yes, please just make these scenes overly long with you being a bitch. All I've learned from this is that Ellie's taste in who she hangs out with really bottom of the gutter. しかし、その、いいと言ったかしら。結局のところ、目的は何なのかしら。それは、私たちにもまだわからないんだけど。そういや、どうだロイド、今回の事件について、そろそろ何かひらめかないのか。ああ、そうだな。脅迫状とメールだけど、同じ人間が書いたんじゃないかもしれない。何？どういうことですか？なあ、単純な話だよ。イリアさんが受け取った脅迫状は不気味だけど単純。俺たちが受け取ったメールは古風で挑発的な、随分感じが違うと思わないか。確かに言われてみればそうだな。メールが来たことに驚いてそこまでは考えてなかったわね。ふん、それでそのことが何を意味しているのかしら。そうですね、いろいろと可能性はあると思いますが、インに手下がいた場合、そいつにメールを送らせた可能性、もしくは逆にそう思わせるためにインがわざと違いを出した可能性、他にもあるでしょうが、この段階でこれ以上推理を進めるのは逆に危険でしょうね。なるほど、うん、面白いですよね。そろそろ着きますわよ。ここが地下5階、メイン端末があるフロアですわ。端末室は階段を降りた先です。随分厳重な場所に設置されているんですね。いずれここで顧客の情報を管理することを考えていますから、ハッキング対策が十分でないため現状では見送られていますけど。なるほど、確かにもし流出したら大変なことになるでしょうね。ええ、それも含めてまだまだ研究段階ですわ。Funky Fresh Beat。なんつうか、めちゃくちゃすごそうな部屋だな。最新技術がてんこ盛りになっているのだけはわかるが。エプスタイン財団製の最新情報処理システムですね。リベールの高速巡洋艦にも使われているそうですが。あの有名なアルセイユ号ですよね。あれに使われているものと基本的には同じシステムですが、莫大なネットワーク情報に対応すべく処理容量は数倍に強化していますわ。すごい、マリアベルお嬢様、お疲れ様です。お疲れ様、仕事の方は順調かしら。ええ、おかげさまで。例のシミュレーションも順調にいきそうですが、こちらの方々は。クロスベル警察の方々ですわ。実はここのメイン端末が外部からハッキングを受けた可能性があるらしいのです。ハッキング。ティオ、彼らに一通り説明してもらえるか。はい、それでは。外部からのハッキング可能性はあったけど、まさか本当に起こるなんて。いや、でもありえないぜ。ハッキングなんてできる技術者がそう簡単にいるはずが。もし
ハッキングでなければメールを送ったのがあなたたちである可能性が高くなりますわね。どちらがいいんなのかしら。そんな滅相もない。僕たちが不甲斐ないからハッキングされたんだと思います。なんていうかイリアさんとは違った意味で女王様って感じだよな。特務支援課の端末にメールが届いたのが真夜中の3時頃。その時間帯のログはどうなっていますの。はい、すぐに調べます。ありました。メールの転送システムがクラッキングされています。やっぱりこれで外部説が確定したってわけだな。こちらも侵入経路確認。アクセス元はダメだ、ロストしてしまってます。どこから入り込まれたかわからないってことですか。ああ、巧妙に痕跡を消されてしまっている。クロスベル市内のどこかなのは間違いないと思うけど。He's damn good. 端末を一つ貸してもらってもいいですか。え？だがいいですわ。リオさんと言ったかしら。好きにいじってしまって。はい、それでは。What? 多次元解析によるリアルタイム制御を施行。全端末のログを解析。隠蔽された痕跡の前後における不審なアクセスを全て精査。すごい。なんだこの処理速度は。サポートをお願いします。クロスベルの全ターミナルに管理者権限でアクセスをかけます。不審と思われるログを吐き出すのでチェックをお願いします。任せてくれ。エリー、わかるか？Nah, it's pretty simple. ついていけないわね。俺なんか何をやってんのか理解すらできてねえんだが。なるほど。ティオさんはオーバルスタッフの使い手ですね。オーバルアーツをノーウェイトで発動するための高速展開技術が使われているそうですが、それを端末のコントロールに利用したのかもしれませんね。わかるんですか？ベルは一応エプスタイン財団で動力工学を学んだ経験があるから。と言ってもかじった程度ですけれど。終わったみたいですわね。お、いかがでした。こちらの持ち分は白だ。そっちはどうだ。ビンゴ、こいつだ。ジオフロント B 区画第8制御端末、ここからアクセスしたらしい。ジオフロント、あの駅前通りの外れにある地下区画からかよ。いえ、あの場所はジオフロント A 区画になります。ハッキングに使われた端末の所在はジオフロントの B 区画。市北西部の地下にあるエリアみたいだね。市北西部、住宅街や歓楽街のあたりね。ロイド、どうするの。早速行ってみよう。ジオフロントのゲート管理は確か視聴者の管轄だったはずだ。鍵が借りられないか受付に問い合わせてみよう。ああ、早速行ってみようぜ。どうやら事件の核心に迫ってきたみたいですわね。はい、いろいろとお世話になりました。ありがとうベル、それに研究員の方々も。いや僕らよりそのお嬢さんの手柄の方が大きいと思うよ。そうだな。お疲れティオ、おかげで助かったよ。お疲れ様。さすがティオスケ、決めてくれるじゃん。その大したことじゃないです。それに私も一応特務支援課の一員ですし。十分大したものですわ。どうかしらティオさん、エリーともども私のところにリクルートするというのは。ちょっとベル。いきなり引き抜きっすか。それはさすがに勘弁してほしいんですけど。冗談ですわ。事件が無事解決したらぜひ顛末を教えてください。それとお渡ししたセキュリティカードはそのまま預けておきますわ。最上階とこのフロアならいつでも来られるようにしますから、何かあったら尋ねてくださいね。ありがとうベル。それでは失礼します。All right, let's get out of here.
Goodbye, everyone. I have to go. Same. そうだな。特にロイドはあのお嬢様に散々絡まれてたからな。誰のせいだよ。誰の。でも専門ではない動力技術にあそこまで通じてる人は珍しいです。マリアベルさんは技術者ではないんですよね。ええ、経営の方が専門ね。おじ様の右腕としていくつかの事業を任されていると聞いたことがあるけど。それはすごいな。あ、ひょっとしてそれでエリーを欲しがっているのか。気持ちはありがたいんだけど。しかしあの親父さんの方も相当強烈な感じだったよな。いきなりすごい演説みたいなのを始めちまうし。でもなかなか興味深い話でした。人は正義を求める生き物ですか。昔からためになる話をよくしてくださったけど、今日の話はとりわけ考えさせられてしまったかも。そうだな。ともかくこれで手がかりはつかめた。視聴者の受付に頼んでジオフロントの鍵を借りよう。え、そうね。そんじゃ行くとするか。正義か。Hey, let's get going.Woo, woo, woo, woo. Sorry, I was having a moment. いらっしゃいませ。クロスベル視聴者へようこそ。あら、確か警察の方でしたね。どなたかに面会でも？いえ、実は。ジオフロント B 区画。確か市北西部でしたね。少々お待ちください。こちらになります。ありがたくお借りします。でも随分あっさりと貸してもらえるんですね。ええ、クロスベル警察には便宜を図るよう言われていますから。ちなみに遊撃士協会にも同じ鍵をお貸ししています。そうなんですか。ジオフロント B 区画の扉は住宅街の水路付近にあります。以前鍵をなくされた方もいるので、くれぐれも紛失にご注意ください。ええ、わかりました。サンクス、お姉さん。All right, let's get to it. Yeah, here we go. All right, dungeon time. Ah, it feels so refreshing, folks.You know how worried I was that we weren't going to do a dungeon next until they were like, it's the Geofront, where I'm like, oh no. What if it's like an hour straight of this? That'd be a little rough, because I have no problem with it. I just didn't want to trap myself, you know? Whenever I sit down to play this game, sometimes I'll accidentally throw all the plot front-loaded into a session, and I'm like, oh god, I'm getting antsy. Let me punch something in the fucking face. Please.